2022年10月19日、5チャンネルにこんなスレが立った。日本政府、お願い、正社員で働いて結婚して子供を作って。頑張れ国民、早速スレを見ていこう。誰も聞き入れず日本は衰退に向かって行く模様。こなし共働き夫婦ともに地方公務員最強コスパ。正社員で雇ってくれないんやもん。正社員を転勤させる文化をなくせよ、むしろ逆にしろ。息子だけこうすけなのに。結婚する金がない。移民でなんとかします。奴隷の実態拡散されて誰も来ません。うんでや。移民ってことは国民として迎えるんだから話が全く違うぞ、知恵遅れ。やから来ないって書いてるやろ、知恵遅れ。条件が全く違うやろうが知恵遅れ。成人するまでにかかるコスト高すぎてくさ。2000から3000万だっけ。それなら老後のために自分で使うよな。ベトナムすら断る絶不労働環境。産ませてよ。じゃあインポ治療費出して寝ぼけ。若い移民を入れるから無問題。あとセーフティネットは超縮小するから。女は子供を産めるから救うけど、何の価値もない弱者男性は切り捨てるけどいいよね。切り捨てるほど労働力に余裕ないやろ。若い移民を入れれば解決。弱者男性なんか切り捨てるのが一番。誰が最低賃金1000円そこそこの国に来るんだよ。最初から日本で生まれ育ったやつと、言語から生活様式からまるで違う移民とじゃ順能力に天地の差があるやろ。使い物になる頃には移民も若くないんやで。それでもお前みたいな弱者男性よりかははるかにマシだから。言い返せなくなってて草なんだ。いや実際労働意欲があって若いだけでお前ら弱者男性よりはるかにマシだから。はい論破。それでどうにもならんから政府がすれたいみたいに焦っとるんやないか。こっちは移民の労働環境について指摘しとるのに、お前よりマシで反論したつもりになってて惨めやね。焦ってる、いつ誰が、引きと移民の受け入れ準備が進んでますけど。受け入れ準備進んでるんだ。誰が、おおむね、どれぐらい来る予定なの？内定済みってこと？63やからもう手遅れなんよ。レスの内容覚えてないんやね。語学なんか1年で覚えるし、頭脳労働は今まで通り日本人がやる。移民がやるのは今主に弱者男性がやってる誰でもできる仕事だぞ。はい論破。日本を話せるようならもっと働いとるやろうし、弱者男性でもできる単純作業やったら労働力余っとるから移民いらんやろ。余ってないぞ、介護、土木なんかはいつでも人不足や、逆にジムは余りまくってるからいらん。土木って移民よりも女さん採用しとるようやし、介護は老人とのコミュニケーション取れないとあかんわ、せやから人増えないし移民も入りづらいんやで。まだ本格的に移民が始まったら体制を整えるぞ知恵遅れ。でかいマイルグエンたちと移民は別物だぞアホ。正式に移民が始まれば企業側だって受け入れ体制を整えるんだよバカが。移民の具体的内容について語れないアホ以下になってるやん。女の社会進出が崩壊の始まり？見栄に投資する時代じゃないんだよ。なお、外国人旅行者は何ヶ月もの休暇を取って安い日本で爆買いしてる模様。そりゃ俺らは国に守られとるけど日本を続けるために国民が人生かけて頑張るって変な話やろ。国民がある程度楽するために国ができたんちゃうんかい。出て行った方が楽できると思うなら出て行けば？弱者男性なんかいらねえし。それを地でやった結果奴隷のやる気がなくなり数も減り国力落ちたのが今の日本やぞ。若い移民を入れたら、いよいよ弱者男性なんかいらねえんだわ。いてほしい時に立ち上げて、いらなくなったらボタン一つで消えてくれる。そんな結婚相手からいつでもウェルカムやから AI と結婚できるようになったらするよ。家事も育児もしたくないんや。終わってきたな。正社員になれないのが悪いんじゃなくて非正規は奴隷で結婚もできず落ちぶれていっていつ買い捨てのゴミって共通認識があるのが悪い。日本人ってこういう他人に冷たい国民性なんかな。世界1位2位のアメリカ中国は、有能を優遇し無能は切り捨ててるぞ。お前みたいな弱者男性を切り捨てるのは世界標準なんだよアホ。世界標準に合わせてるのにアメリカ中国みたいに成長できてないのくさ。まだまだ全然日本は優しすぎるからな。正社員であっても無能はすぐに首にできるようにして、働かないゴミ以下はスラム街での垂れ死にするようにしないとね。リストラとか派遣切りって聞いたことない人かな。アメリカ中国見てみろよ。お前らみたいな無能に人権ないぞ。絶対に働きたくないでござる。じゃあ雇えや。子育てに金かからなくなったら増えるよ。金かかりすぎて子供欲しいやつもセーブしてるだけ。お前らが中抜き規制しないからこういうことになっとるんだが。お前らが血の底辺やったんやな。派遣会社必要最低限までなくせ。日本政府、お願い、派遣で働いて、だろ、何を捏造してるんだ。そうさせないようにしたのは政府やろ。むしろ自民党は正社員を減らして首切りやすくした張本人なんだよな。国民より企業優遇するとこうなる。派遣会社ってもう存在意義ないよな。財政破綻覚悟で結婚、妊娠の補助金と教育の質向上をしないと、10年後日本が死ぬ。子供作った後、みなし管理者にして8時間労働から解放される奴隷が欲しいのってところまでセットやぞ。こんな国で子供作るのは虐待やぞ。
結婚とか人生史上最大にコスパ最悪な行為するやついる？非正規の奴隷制採用するにしても一般階級が子供3、4人産めるような体制にしないとあかんやろ。知るか、ザマージャップ滅びろや。大丈夫大丈夫、若い移民を入れて、お前ら弱者男性を切り捨てるだけだから。令和の若者はコスパ最悪な行為を何よりも嫌うんだよな。起用、お願い、非正規で奴隷として働いて賞与も昇給も求めないで、結婚は人生の墓場。とりあえず竹中平蔵と小泉純一郎を公開処刑せな始まらんのちゃう。そろそろ弱者男性でどこかの自治体乗っ取ろう。第二の2シナリオ作ってしまうしかない。その自治体破綻させたら引っ越しや、国のこの仕打ちは国内で戦争せよってことなんや。女さんが言う？女だけの土地とどう違うんやそれ。日本に旅行ならまだしも日本で生活とか外資で稼いでる奴以外には地獄や。妻子とかいう負債を抱える人生、バカです。児童手当泥棒が余裕は。給与上げる前に円安になったのほんまに間抜けよな。恋愛、セス、結婚。人生において最も無価値でコスパ最悪な行為だと話題に。子供がコスパ最悪なのはわかる。恋愛、ただの依存と規制の関係やん。セッス、そんなにムラムラしたのならオナニーでいいやん。結婚、人生の墓場。働きたくない。欲望のままに中弟子役目決めただけの奴が親として偉そうに振る舞うのがおかしい。最近よく見るセッスできないマンも来てるしもうめちゃくちゃだよ。性教育実習派よ。どうせコロナ明けたらズコバコやりまくるやつ復活して出生数も V 字回復するだろ。右肩上がりとは言ってない。もうとっくにそんな娯楽に限ってるよ。令和世代は賢いからね。強制的に女を男に割り当てて子供を産ませるシステムが必要やで。若い美少女限定で頼む。美少女かどうかは保証されんやろ。美醜の基準は個人ごとに変わるんやで。資産が3億円相当あれば結婚でも何でもやってやるよ。その10分の1もねえんだよ。その100分の1もないんやが。契約でも3年働いたら正社員にするという法律。3年修理用時に契約切られて終わりの模様。こういうのが当たり前になってるのを放置し続けた結果が今の日本なんだよな。更新されない奴は大体満了前に派遣切りだよ。もう二人育てとるわ。共働きやないとどこも無理なんやからせめて保育所増やしたれよ。一人目入れんと二人目なんて無理やぞ。税金増やしたいな。せや、の精神で言ってるだけやしな。デートしたことない20代、4割、セスしたことない20代、4割、障害未婚率、3割、一生結婚する気がない20代、2割、史上最高を記録、もう始まってんだよ、見限りがな。もうあがいてもゲームオーバーだし諦めるしかないで、ここから日本が何かでまたぶち当ててベビーブーム来るよりアズマは自治区かジャパン州になる方が現実味あるやろ。お願いしてないやん、非正規雇用推奨して女や老人も働け言うてるやん、そんなん誰も結婚せんやろ。共働きでええやん、男年収350、女年収350イコール世帯年収700万。現実の日本政府。最近の連中は非正規で金もないから結婚もできず子供もいないんだってな。大変だな。頑張って。子供作らない3割で残りの7割を支えればいい話。全員が結婚する必要なんてない。クローン量産して種付けし放題にすれば一気に解決。発狂してるガッチおるけどそんな要素あるすれか。え、お前らマジで正社員じゃないの？結婚してないって冗談だろ。結婚は無理だわな。バイトと非正規で雇えないように法律を変えれば解決やで。非正規のやつはほんと金ないと思うけどな。老人か女の権利を制限するしかないやろ。日本、ちょっとバイトするか、時給1100円。米国、バイトでもするか、時給1700円。弱者男性に戻ってこいと言ってもう遅いにしたいらしいけど、実際弱者男性なんか永遠に全く必要ないだわ。若い移民を入れるだけ。遅いにしたいって日本語不自由なの？外人なら上手な方だね。日本人で片言ならガッチ。わい、正社員で働きたいです。ハロは。職業訓練やるか？職業訓練校、ダメです。わい、女さんの声が大きいうち花にも解決しないぞ。女を職場で活躍させよう。出生率激減、わいに総理大臣やらせろ。男女の差別抜きで社会人は家庭より仕事優先させていまうってことを理解しとらんからな。前に少子化対策でね、プが合法化されたっていうエロアニメあったな。あれを現実でやるべきや。ハードル高か。可愛くて細身で性格いい子に出会えない。器用。海外から奴隷安く買うから日本人なんていらん。器用、外人が来ないんやが？会社やばいんやが？どうなん？弱者男性は自分たちが必要とされているとかいう妄想は捨てた方がいいぞ。ナローでも読んでろ、あとは移民に任せとけ。ブスはしゃあない、デブだけは許せん男も女も、デブは自制できない証明だから例外なく貸す。弱者男性は仕事しなくていいし結婚もしなくていいから、出てくださいよ、あとは移民がやりますから。お願い、まともな政治をして。なお雇ってくれない。不思議だよな。現代に七不思議あるなら間違いなく入るわ。雇うけどボーナスも退職金制度もありません。
正社員になれば家族養えるほど稼げるんなら喜んでするわ。じゃあ可愛い JK 斡旋しろ。10万とかに騙されてコツクリするバカばかりじゃないのが救いやろ。どっかの街でそういう政策して3人産んだら30万もらえるんですよ。すごくないですか？とか専業主婦が言ってたけど、あんなんばっかりやったら困るわ。平日の昼間から ID 真っ赤にして自分に聞く言葉で発狂してるやべえやつおるやん。正社員やってたら結婚相手見つける暇なんてほとんどないんだよな。マチアプも桜とか地雷ばっかやしな。友人の紹介とか合コンがやっぱ一番いい気がする。友人の紹介は安心よね。でもそういう手段で積極的に相手を探そうとする人はマシで、そんな気力もない人が多いかも。現実そうやな。諦めてる説もあるみたいやが。ジャップ、ウースマッククーベイ、150円、米国、おう、マックイートね、4000円、これもうこじきやろ。でも給料減らします、非正規増やします、税金増やします、もはや罰ゲーム。夫の収入のみでも家計を回せないとたくさんは無理。Y 中卒同定ニート、し、コキコキ、書類落ち、なぜなのか。ふむ、ではまず減税してみせてください。週休3日の月20万くれるなら喜んでなったる。せめてはかければいいけど、年取った弱者男性なんか全く必要ねえんだわ。焦るのが20年遅いよバカとも。まず住民税と自動車税をなくそうや話はそこからや。子供作ると10万円分のクーポン、おむつ代にもならんぞ。正社員でも金ないんだよ。まずそこから改善しろよ。若者は派遣で使い捨てにして困窮してきたら、そいつら見捨てて移民受け入れでもしたろ。なんて考えてたら日本が移民先としても論外扱いされてきてすれたいに至る。20代の弱者男性、今すぐ死ぬほど頑張れ。30超えた弱者男性はもう手遅れ。あとは移民に任せとけ。税金入んやしゃあない、許す。無駄使い。てめえだよカス。政府ざるだろマジで。昔、男、うおうお稼ぐぞ女、ガキ産んで育てるで。ちょっと昔、女、ワイらも働かせろや会社、労働力増えたから全体の給料下げたろ。今、女、やっぱ専業主婦っしょ。楽な仕事しかしたくない。子供は産まない。これなんだったんや。昔に戻ってほしいは無理やけど、女が社会に出てくるとマジでろくなことにならん。ちょっと昔の会社がまずかったよな。正社員減らしたのお前らやんけ。女性の社会進出推進と出生率を上げるのって相反しているやろ。もう積んでるんや。移民を入れるだけだから全く積んでないで。言ってることとやってること矛盾してません。あと派遣を法律で禁止しろ早く。正社員も今の派遣並みに簡単に首を切られる時代が来るから意味ないぞ。派遣の問題はそこちゃうやろボケ。じゃあその問題とやらをかけよ知恵をくれ。岸田、うっし、クソみてえな発展途上国に100億規模の財政支援するぞ。アホカスだろこれ。日本を滅ぼすのが目的なんやろ。ツボカルと自民党やもん。この国が V 字回復する未来が1ナノミリも見えないんやが。30年間一度も V 字回復していないから夢見るな。ちょこっと回復したら即増税を繰り返していただけや。2000年個人購買力世界2位、2019年個人購買力世界34位。デフレ解消のために金融緩和やるのはわかるけど、何で固くなに減税しないのかほんま謎や。増税したら意味ないのにな。個人はジスケでどうにかなるが、国家としては落ちぶれていくだけやね。してやるから女よこせよ。ワイハゲてるだけで40歳年収500の童貞になり果てたわ。経済のせい、女性の社会進出、という出会いがない人の言い訳ってのもあるんやろな。正社員、月収25万以上、完全週休2日制、祝日休み、これだけなんよ求めてるのは。余裕やん。これに残業なしならほぼないな。というかこのご時世給料高くても残業なしとかないやろ。なんだかんだ稼いでるやつって長時間働いてるもんな、真似できんわ。こんな条件すらほとんどないからな。ほんまに終わってる。ハローワーク見てみ、そんな求人どっこにもあらへん。いいからさっさと介護行けよボケ。介護なんて休み最も安定してないが、ワークライフバランス一番狂ってるし、その割に金払いも悪いだろ。もう少しピンチになれば政府が焦るやろ。結婚前からそう思ってたな。パン職人やお菓子職人、美容師なんかもやりたがった人多くて余ってそう。美容師は人手不足らしいで、労働環境が悪いってのが知れ渡ってなり手が少ないって言ってたな。単純にミスしたりして怒られ慣れてないのも多いみたいよ。日本に残された道は一つ、観光立国として再復活や。正社員でなんてのは企業に言うべきことだな。大体、政府が企業側について安い労働力提供に協力した結果が現状なのに何言ってんだ。21世紀のカンボジアになるのだ。3人に1人が非正規で、30年前から手取り80万近く減ってるとかやべえよな。それを後継機と大元へ発表し続けてきたのが2000年代からのワークニアで。そうできなくしたの日本政府やん。弱者男性ってどういう人生送ったらそうなるんや。日本政府はそんなこと言ってないやろ。むしろ労働誘導化で総非正規化狙ってる。正社員で働いても結婚してもらえない男が多いだけなのでは。問題点はそこじゃないような。
低賃金非正規よりは正規の方がまだなんとかなるやろ。なお正規も普通に低賃金の模様。30年無成長のうち27年を担った自民君は統一ともども腹切ってどうぞ。生活保護も減額されていく模様。ワイらが老人になる頃には廃止されてるかもな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。